多面体の一種、立方体多面体は、四つ以上の平面に囲まれた立体のこと。複数の頂点を結ぶ直線の辺と、その辺に囲まれた面によって構成される。したがって、円柱などの局面を持つものは含まず、また、すべての面の境界が直線である場合に限られる。三次元空間での王方体であるとも定義できる。二次元空間での王方体は多角形なので、 多角形を三次元に拡張した概念であるとも言える。英語では、ポリヘドロン、複数型はポリヘドラである。多角形のポリゴンの複数型がポリゴン図であるのとは、異なる。穴の開いていない多面体、すなわち球面に異相同形な多面体については、頂点、辺、面の数についてが成り立つ。これを、オイラーの多面体定理という。この定理は、実際に多面体として、 成り立つような形状にとどまらず、頂点と辺からなるような任意のグラフについて扱うグラフ理論による定理である。オイラー表数の記事も参照。以上は閉じた多面体の分類であるが、多面体の定義を空間内で複数の多角形を辺で連結された立体と緩めることによって、といった開いた多面体も論じられる場合がある。ありがとうございます。